早時をご覧の皆さん、おはようございます。リサです。早時、リサさんソロデビュー1周年、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。レディーバグ、はい、どんな意味なんですか？はい、レディーバグというのはテントウムシという意味を持つ英語なんですけど、あのテントウムシですね。テントウムシ10周年なのでテントウムシです。そういう意味が込められてたんですね。虫もね、 6+4 で10なんですよ。あ忙しい毎日ですが、休みの日の過ごし方を聞いてみると、ひたすら寝てます。寝だめしてます。もうなんか気がついたら夜ですね。でもここで起きると起きてしまうのでもったいないと思って寝ます。起きないようにこう半目で お手洗いに行ったり。24時間のうちどのくらいですか？あの本当に丸23時間ぐらい寝ることありますね。私も寝るときは16時間ですね、マックスで。あまだまだいけますね。あのそんな時にぜひあの薄めでこうお手洗いに行ってみてください。こう起きないぞ、私は起きないよまだっていう、こう意識で。ここで早時恒例、リサさんのモーニングルーティーン。私はお風呂に入ります。必ず朝お風呂に入って体を温めるというところから一日を始めるんですけど、滑舌の練習をしたりとか、あの下回しをしたりとか、今日こう顔を動かすために準備をこう柔軟のようにしていきますね。滑舌ってどういう練習してるんですか？滑舌ですか？リサさんが実践する滑舌練習法とは？私はですね、あいうえおいうえおはうえおはいえおはよあいうえ、あいうえおいうえおはうえおはいえおはよあいうえっていうのを3回50音を全部3回ずつ早口で大きな声で言うということをしています。苦手な行とかを見つけると嬉しくなります。はぁ、あ、私ここ苦手だったのねってこう嬉しくなります。そこまでポジティブなんですか？リサさん、ありがとうございました。